はい、どうもしです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はですね、前回、クラロワリーグの動画だったんですけど、今回はちょっとこちら本若の方で、グラチャレの解説動画になりますね。なぜかというと、実はクラロワ本若の方、こちらクラロワリーグ全然まだやってなくて、グラチャレで8勝でずっと止まってたので、クラロワリーグ本若で参加ちょっとできなかったので、でまあそうですね、よっちゃんの方がクラロワリーグ17勝したので、まあこちらの本若の方に切り替わって、まあグラチャでやったら、12勝達成できたといった感じで動画上げさせていただきました。使ったデッキはもう前回と同じで、2.6 エリゴールデッキですね。はい、そうですね、こちらのデッキになります。もう本当にもうまあグラチャレの上の方なんで、まあ、しかもクラロワリーグやってるので、もうそれクリアした方ばっかだったので、まあその中で勝つことができたのはかなり、はい、大きかったと思います。じゃあそうですね、じゃあちょっと4試合解説していきたいと思います。まあそうですね、もう上の方に行くと、もうクラロワ、そうですね、もう本当にかなり猛者がいるので、まあ、ただ今回この相手さんはペッカ工場になるんですけど、まあ、ただ自分がそうですね、2倍タイムまでに、まあ、ペッカの攻撃を、なんて言うんでしょう、こう、防衛できれば勝ちですね。ただこの、まあ、2分間、まあ、1倍タイムまで、まあ、どれだけ耐えれるかが、まあ、自分次第といった感じですね。まあ、そうですね、ここはちょっと、で、頑張って延命したかったんですけど、まあそうですね、まあザップ打ったので、まあしょうがないかなといった感じですね。まああれ多分打ってなかったら延命できたと思うんで。まあやっぱりうまいペッカ工場になると、正直、あまりこの 2.6 エリゴールデッキで、勝てた試しが、はい、ないんですけど、まあ今回は勝てましたね。もう本当にエリートバーバリアン入ってたり、まあインドラが入ってたらもう相性かなりいいんですけど、まあ今回はまあこのデッキなので、まあなかなか厳しいですね、やっぱり。まあそうですね、基本的にはまあこっから2倍タイムまで耐えればいいんですけど、そうですね、やっぱりそうですね、まあ上手い方だと、もう結構端前ペッカつけたり、もう隙があればもうペッカ出してくるので、なかなかこっちとしてはその攻めのタイミングが難しいですね。攻めのタイミングを間違うと、もうもう一瞬でやられます、このデッキは。まあデッキ見てもらったら分かる通り、まあ守れるカードが全然ないので、まあここですね、はい、もうここしかなかったです、なんなら。で、ここもスケルトン使って、まあ最低限守ろうとするんですけど、まあ後ろにエレクトロウィザードがいるおかげで、まあすぐ処理されちゃってといった感じですね。で、ここも工場バーバリアンで逆サイド釣ってきたので、まあやっぱり上手いですね、やっぱり。まあ、ちゃんとユニットを最低限活かしつつ、まあ、なんですけど、もうこれは、そうですね、もう、肩出しエリゴルで、なんとか、まあ、勝利したといった感じですね。まあ、最後は、まあ、キングタワーをしっかり守れば、勝利といった感じで、まあ、これはもう本当にギリギリの試合でしたね。もう、どっち勝ってもおかしくないような試合だったので、まあ、これが、9勝目あたりになる、9勝目あたりになりますね。で、次のお相手さんはもうこれクラロワリーグ、今回のクラロワリーグで、まあ、20勝した方ですね。まあ、かなりの猛者で、まあ、8000超えてる、8000は確か超えてなかった気がするんですけど、まあ、多分サブアカかもわかんないですね。先ほどのペッカ工場は、8000超えてたので、
まあそうですね、まあ8000超えの猛者と当たって勝ったといった感じになります。ただ今回のこのワイスさんはちょっとトロフィーは6500あたりだったので、まあ多分サバカなんだろうなといった感じですね。ここは多分何もないので、はい、2倍タイムまで飛ばしていきたいと思います。まあ動画でも言ってるんですけど、基本的に8000超えの遅延スキルは勝てないんですけど、まあ、今回はこのクラロワリーグ、そうですね、20勝した方なので、まあそうですね、ちょっと8000超えてる PS があるかどうかはちょっとまあこっちもまあ全然わかんないんですけど、まあ基本的にもうこの時点で勝ったなといった感じですね。まあやっぱり粘るんですけど、もうはっきり言ってもうどうしようもできないので、もうこれははい、あ、もうしょうがないですね。もうどう頑張っても守れないのでっていった感じになります。まあなかなかそうですね、ちょっとまあ自分もそのプロフィール見て、あ、強いなと思ったんですけど、あ、そうですね、あ、6000台ですね。まあ、ただ、クラロワリーグ、はい、2022、20勝している方なので、まあ、かなり強いと思います。で、このペッカラムは、やられて、次は、こちらのマイティコカツですね。まあ、ただ、今回の、お相手さんは、ロケット入ってないので、まあ、相性はもうめちゃくちゃいいですね。もうゴリ押し絶対されないので、枯渇デッキはもうもう、まあなんて言うんでしょう、まあ、もう細かく、まあちまちまと削っていくデッキなので、まあ2倍タイムになって、もうフル無視すれば、もう全然いけると思います。まあそうですね、今回の相手は、まあ基本的にマイティが、マイティコカツは、まあロケットが入ってるんですけど、まあ自分はそのロケット入ってる体で立ち回ってます。まあただ、ちょっとあれって思ったのが、ここなんですけど、もうこれ普通に考えたらロケット打ってくるんですけど、まさか吹き矢使って処理してきたので、もうこれそうですね、ミラーまで使って処理してるので、ちょっと自分の中ではあれロケットないのかなといった感じですね。ちょっとここではまだ分かんないんですけど、まあ疑ってる段階ですね。ここではまああえて打たないっていうやり方はまあもちろんあるので、まあ、確信はしてなかったですね、全然。で、ここもまた同じように、吹き矢で処理しようとしてきたので、あ、もうこれ、ロケットないなって思いましたね、もう。まあ、ここちょっとタワー折られてしまったんですけど、まあ、これはちょっと仕方ないですね。まあ、ただもうロケットないって分かった瞬間、もう立場逆転しましたね、これで。もうどうあがいても、守れません、これは。もうそうですね、もうここで本来ロケット打ってるんですけど。もうそうですね、もうはっきり言ってもうこれで GG ですね、もう。まあ、ロケットあるかないかだけでもうここまで違うので、まあこれは正直相性ゲーですね。
まあ、これで11勝目いったといった感じになります。まあそうですね、もう本当にあのクラロワリーグ始まってるので、もうここでグラチャでやってる人はもうあのクラロワリーグ、まあ、クリアしてる人がほとんどかなといった感じですね。さっきのお相手さんは、ペッカ工場の方は8000は行ってるんですけど、2022年のクラロワリーグは、まあ、まだクリアできてないのかなといった感じですね。じゃあ最後は、こちらラババルになります。この方も、クラロワリーグ、20勝してる方ですね。まあ、ただ、ちょっと特殊なのが、まあ、マイティディが入ってるといった感じですね。まあ、ラバーバルデッキの、まあ、テンプレが自分はあんまりよく分かってないので、まあ、メガゴ来て、で、ラバー来て、で、まあ、そうですね、もうこれで、もうデッキがもう完全に分かったので、まあ、こっちとしては、まあ、ミラーの使い方が大事ですね。もうここミラー出して、まあ、早急にスケルトンドラゴンを処理といった感じになります。ここいいカウンターかなと思ったんですけど、まさかそうですね、これザップで全部消されてもう絶望ですね。まあ、これ11勝2敗の時だったので、もうあ終わったなといった感じです。まあ、ここミラーじゃなくて普通にそうですね、ヒースピでもよかったですね。まあ、ちょっと多分これは焦ってたと思います。まあ、かなりアドバンテージ取られたので、またお相手さんが後ろからラババル展開ですね。まあ、基本的にはもうあのこの時点でもう結構絶望的なんですけど、まあ、ただそうですね、そうですね、まあ、ミラーの使い方を、まあ、うまくいけばあのそこからカウンターになるので、まあ、ここもスケルトン出して最大限に防衛しようとしたんですけど全くできなくて、でヒースピンも釣れてなくて、まあ、これトルネード使わざるを得なくて、もうそうですね、もうこの時点でもうすごい展開は良かったんですけど、そうですね、もうこれヒースピンもあの回復してくれたので、これはすごい運良かったですね。まあそうですね、最後角出しエリゴルで、まあなんとか勝ったといった感じになります。まあこれで12勝達成ですね。まあ、やっぱり大型デッキになると、まあそうですね、結構アドバンテージ取られると結構きついんですけど、今回は、まあたまたまライドラミラーが、まあ暴れてくれたといった感じですね。まあそうですね、まあこれでクラロワリーグ、本枠の方もちょっと参戦できるので、まあそうですね、ちょっと20勝、まあ17勝取ったんですけど、まあ18勝、19勝、20勝ちょっと目指して、はい、頑張っていきたいと思います。はい、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。